皆さんお元気ですか？よいしょ、かかじいです。今日はこちら、ほらもう泳いでる、もうスタンバってる、スタンバってる、スタンバってる。出てきた、出てきた。彼らレッドテールアカメフグちゃんたちの餌やりですよ。その後のね、お伝えですよ。早速行きましょう。もう待ってますからね。はい、じゃん、こちら、こちらはドーンと、はい、光ベタアドバンスってことでいろいろ入ってる。そしてオキアミミールとか彼らの好きな甲殻類が入ってるってことでね、食べるんじゃないかと思って試したら、はい、行きますよ、行きますよ、行きますよ、はい、行くよ。こっち押しちゃうんだね、こっち押しちゃうんだね。はい、行きます。投入、パラ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 。おお、すごい勢い、めっちゃすごい勢いで食べてる。ベタの餌をすごい勢いで食べている。うひょー。でメスちゃん、ちょっと臆病ちゃんかな。これ上にやったら食べるかな。はい、餌だよ、ご飯よ、ご飯よ、パラ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 って、あ、気がついたかな。おー、来た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 。ちょっと警戒してるね。それよ、そうそう、それよ、食べて、もうちょっと、え、食べ、食べない、食べた、よし、いいぞ。ベタの餌を堪能しておくれ。はい、あと2粒あるね。完食したら追加しよう。3粒、あ、食べられなかった。はい、3粒。この粒もね、最初うまく食べられなかったんだけど、もうだいぶ慣れたね。なんか何遍も何遍もパクついてやっと食べられるみたいな。あ、もう1個見逃してるから追加、ここで追加を。よし、いいね。おー、いいですね。食べてる食べてる。この子らちょっとね、おとといぐらいに大掃除、水槽の大掃除とちょっとした移動をしたんで、しばらく隠れてましたが、今日になっておねだりな感じで、さっきねオスちゃんが出てきたよね。それで、あー、もしかしたらご飯食べるかなと思ってあげてみたら、この通りバッチリ食べました。あー、もうお腹いっぱいかな。お腹膨らみましたね。よしよし。オスちゃんは、あ、もう完食、あ、完食してる。もう綺麗になくなって、タコツボの中でお休み。あれ、出てきた。まだ食べる、まだ食べる。これほら、ここに持ってるよ。いくいく、あ、いきそうだね。はい、パラパラっと、パラパラっと。いやー、食欲旺盛で素晴らしい。おー、早い早い、食べる食べる、早い早い。おお、全体的にオスちゃんの方がアグレッシブだね、やっぱりね。お迎えの時の動画もちょっと話したけどさ、こうやって飼育してみてもやっぱりオスちゃんの方がアグレッシブで、メスちゃんの方が控えめな印象かな。おーい、いいね。よし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 。食べた、完食。タコツボの中にいるね。メスちゃんは、メスちゃんももうお腹いっぱいで、タコツボちゃんオッケー。数粒上に浮かんでるんで、ちょっとよいしょ、取れるかな。あ、壁面にへばりついてしまった。よいしょ、あ、取れた。はい、こんな感じでね、食べなかったものは撤去っていう感じでね。大事だよね、これね、大事大事。よいしょ、あ、ついてきた。オッケー。オスちゃんも2粒ぐらい食べてなかった気がするね。よいしょ。あれ、どこ、指ついて、あ、指ついてたな。あ、よっ、はい、オッケー。はい、以上かな。あ、まだ2粒あるわ。結構見逃してるで、オスちゃん。よし、食べ残しは全部撤去しました。こいつはティッシュごと最近始めたミミズコンポストちゃんに投入だね。エコエコ、よし。はい、そしてこのヒカリベタアドバンスちゃんのいいところは、まあいろいろね配合されてて水が汚れにくいというのと、あと強烈な浮上性、浮いたままでいるのでフグちゃんたちが食べやすいというのと、今みたいに食べ残しもサクッと撤去できるってことでね、非常に重宝してます。はいはい。ほんでもってこのヒカリベタアドバンスちゃんにいきなり食いついたわけではないんですけども、なんとなくの絵付けの流れをお伝えできたらなぁと思います。最初は冷凍赤虫からスタートしました。冷凍赤虫をピンセットでつまんで水面近くでヒヨヒヨヒヨって動かすと、あっという間に彼らはね食べてくれて一安心というところだったんですが、その後結構早々にね乾燥赤虫を試してみたら、これまた早々に食いついたんだよね。メスちゃんがちょっとかかったかな、3日ぐらいかかってやっと食べたみたいな感じだったんだけども、食べてくれるようになって、こうなったらつぶえさんにシフトできそうでしょうみたいなね、水面に浮かんでるものイコールご飯みたいな紐付けができてきてるなと思ったんで、まあいろいろある観賞魚用の餌の中でこのヒカリベタアドバンスちゃん手に入れやすいですしね、あちこちで売ってるし、あとまあ安定の光強林産のものですしね。で後ろの使用原料見ても甲殻類が入ってるんで、なぜか今オスメス2匹ともスポンジフィルターの裏に同じ感じでぐるっと回ってったんだけど、これなんでだろう。ほらほらほら、なんでだろう。これちなみに目隠しのためにコピー用紙を1枚挟んでます。この30センチスリム水槽、まあ普通の30センチもそうかな。30センチ水槽って A4 のコピー用紙ちょうど入る感じで目隠しできるんでいいですよ。おすすめ、目隠し用にコピー用紙、使用済みとかでね全然いいんで。なぜか奥の方でほらほら、オスちゃんもメスちゃんもふよふよ奥の方で謎。はい、そして話戻すとヒカリベタアドバンスちゃんの原料を見ると甲殻類が入ってるんで、多分匂い的にもいけるんじゃねえかなって思ったら食べました。これもやっぱりオスちゃんは一撃で食べて、メスちゃんは2日ぐらいかな、ちょっと躊躇あったけど食べるようになりました。はい。で彼らお腹いっぱいだとタコツボの中とか後ろのスポンジフィルターのあたりに隠れてたりするんだけど、お腹空いてるとアダスがこの水槽の前に来ると、アダスが水槽の前にふわーっとやってくると、ふいーってさっきみたいに上がってきて、お飯かなみたいな感じで出てきてくれるんで非常に分かりやすいです。まあそろそろペアリングしたいかなとは思うんだけど、もうちょいメスちゃんを太らせたいという気持ちもあるかなっていうのはありますね。あとは産卵床とかどうするかって話だよね。メダカちゃんで使ってるようなメダカの産卵床でいけるのかなとかね、いろいろ考え中でございます。はい、ということで今回はレッドテールアカメフグちゃんのその後餌付け順調でした。はい、シークンドー極めましょうね。ズスズス、さようなら。お元気で。お元気で。いいよ、元気だよ彼ら、素晴らしい。もう本当にこの淡水フグの中ではトップクラスに飼いやすいんじゃねえのっていう、サイズ的にも可愛い小ささだしねっていう感じか。グッドボタンやチャンネル登録をしていただけましたら幸いでございます。それじゃまたお元気で。